皆さんこんにちは、シンプルでカジュアル夜です。マリオ、はい、今回は第4回新カジュアルと、あってマリオって言ったかな今言ったね。マリオって言ったの、思いっきり言ったかもしれん、もしかしたら。そして俺ルイージーって言わないから記憶ないわ俺は。はい、そう、記憶ないかも、はい、さあ、ということでね、今回は第4回ポケモンレートクイズでございます、はい、よっこいしょー、もう4回ありがとうございます。好評につきね、ペースが上がってまいりました。はい、ほんとペース上がってますね、最近。はい、さあ、ということでね、今回のテーマはですね、はい、うん、フィールドでございます。フィールド、はい、はい、まあ、はい、エレキフィールドとかサイコフィールドとかね。ああ、なるほど。まあ、そういう主にカプ族がね、うんうんうん、用いるね、まあ、特性でございますけども。そうね、初心者の人からしたら結構難しい難題かもしれないな、この辺は。はい、うん、そうなんですが、まあ、今の環境ではですね、はい、フィールドを制するものがバトルを制すと呼ばれてるぐらい。あ、そんなレベルか。はい、それくらい大事なので。確かに、フィールドを制するもの、ね、まあ、これらの知識はね、うん、ちゃんとね、把握しておかなければなりません。はい、まあね、全問正解を目指すマサノシンには、はい、まあ、今回は罰ゲーム用意してます。またか。はい、はい、うん、まあ、今回はフィールドということでね、うん、まあ、ちょっと1週間フィールドワーク出てもらおうかなと思いますなんでやって、なんで俺1週間フィールドワークで働きに出ないか。まあ、それもね、まあ、スカイツリーの最上階の窓付近をね、えぐー、俺1週間フィールドワークしてもらおうかなと思います。えぐー、高所恐怖症じゃないやつでもビビるやつやん、それまあ、命綱なしでね、はい、縛りプレイでやってもらおうかなと思います。あ、もう死んだ死んだ俺あ、マジかよ、全問正解するしかねえな、じゃあ。あ、まあ、そうならないように頑張ってください。はい、はいはい、それでは行きましょう。第1問目、はい、カプブルルのお箱、うん、グラスメーカーに関する問題です。グラスフィールド下で大地の力は威力が半減する、丸か×か。なるほど、隊長。はい、グラスフィールドという特性はですね、はい、地面タイプの技を半減にするのではなく、はい、地震、地鳴らし、マグニチュード、この3つの技を半減するというフィールドなので、はい、大地の力は半減ならないから×!×!はい、正解です。もう俺から説明することはねえはい、もう正義が全部言いました。あの3つの技が、うん、まあ、地面を揺らす系の技がね、半減するんで、はい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 、はい、まあ、大地の力はね、もうブクって上がっただけみたいな感じなんで、ドゴーンって感じだっけな、あれね。あ、 あれはね、はい、半減ならないので注意してください。はい、はい、それでは第2問目、今度はカプテテフのお箱サイコフィールドに関する問題ですね。よいしょ。さあ、いたずら心の置き土産は、うん、適用される丸か×か。いや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 、いたずら心っていうのは、まあ、先制技に含まれますから。そうですね、はい、あの置き土産は適用されない、バツ。正解です。いやいやい、そうなんですよ、いたずら心も先制技のね、うちに入りますので、はいはいはい、サイコフィールド下では適用されません。イージーイージー。まあ、がしかしリフレクターとか光の壁とかは、うん、適用されるので。そうですね、自分にかかる技は適用されますね。はい、なんで相手に関する技は、はい、無効になるので注意してください。はい、いいペースで来ております。いや、いいペースいいペース。はい、それではね、このペースでいきましょう。第3問目、はい、カプコゲコのお家芸エレキフィールドに関する問題ですお家芸って、はい、風船持ちの磁場コイルの10万ボルトは、うん、フィールドの恩恵を受けずそのままの威力となる、丸か×か。なるほど、これは結構ちょっと迷う人いるかもしれない、知らない人とかだったら。はい、そうですね、風船っていうのは、はい、もう浮いた状態に含まれますので、冬と、まあ、冬と同じ状況になるので、はい、フィールドの恩恵を受けずに当倍のまま威力がいくから、今回は丸。正解です。よいしょ。 いや、よくね、勉強してますね、分かってますね、うん、まあまあ、されどポケモントレーナーですから、腐っても、あ、うん、されどポケモントレーナーですからね、マサノシンもね、腐ってもポケモントレーナーなんで、うん、はい、はい、まあ、そうなんですよ、風船持ちは冬飛行タイプの、もうそういうくくりに入ってしまうんで、はいはいはい、まあ、エレキフィールドだけじゃなくて、うん、まあ、全フィールドでもね、その恩恵効果は受けませんので、はいはいはい、はい、風船持たせるときは注意してください。はい、注意してください。はい、それではいきましょう。第4問目、はい、カプレヒレの18番ミストフィールドに関する問題ですね。おっと、ミストフィールド下で激鱗を打った場合、
まあ、ミストフィールドかということで混乱はしない、丸か×か。いやいやいや、こんな簡単でいいんですか隊長。おっとおっと、ミストフィールドというのは状態にかかりません、はいはい、なので飛行タイプでない限り混乱はしない、丸。正解です。まあ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 、もうよくやってんなお前もうめっちゃビギナーと思われとや俺のこといやマサオジもちゃんとね、うん、レート潜ってるし初心者じゃないんでね。うん、この前1770から1470まで落とすっていう時刻起きたけどね。いやそれはなんかブレる気やめろリスナーみたいなね、リスナーとか初心者みたいな気になる気やめろ、うん、ブレるね。一応混乱もね、あのミスターフィールドで無効になる対象ですので、はいはいはい、まあ激凛、まあ宙に浮いてなければ激凛何回打ってもね混乱にはなりませんので。そうね、ガブリアスの激凛とか、まあけどどっちみち半減になっちゃうからあんま打つタイミングがないんですよね。はい、ミストフィールドで、はい、まあ宙に浮いてポケモンはドラゴン技を半減で受けられますので、はい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 、はい、あまりちょっとミストフィールドで激凛打つっていうね、うん、ことがあまりないかなとは思いますが。そうね、まあご理解ください。はいはい、それではね、うん、第5問目最終問題ですね。最終問題だ。はい、まあ、これ正解したら正之がね、うん、全問正解、初めての全問正解になりますので。やっと来たか、やっと来たか。はい、頑張ってもらいましょう。はい、頑張っていきます。それでは第5問目よいしょ。次のターンでミストフィールドがなくなる状態であくびを打ちました、うん、次のターンあくびを打たれたポケモンは眠ってしまう、丸か×か。え、あ、知らないわなかなかね、これ知らないとわからないですね。二択だもん。うんちょっと待って、だってミスター、いやでもさ、はい、砂嵐でちょっと例えさせて。砂嵐で例えましょう、はい、砂嵐最後のターンダメージ食らわんやん、消えて。そうですね、砂嵐が収まったってなってね、うん、ダメージ受けませんね。 あれってフィールド系やん、どっちかというと。そうですね、となると、はい、ミストフィールドが先に切れるから眠るんじゃないか。いやちょっとやったことないからわかんねえ。眠る、丸丸。はい、さあそれではですね、こちら確認の VTR 用意してますんで。出たこちらを使って確認しましょう。はい、それでは確認の VTR です、どうぞ。さあ現在ね、残り2ターンというね、ミストフィールドのターンが残り2ターンという状態ですね。はい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 、こちらとしてましては、はい、あくびの効果を受けないということでね、信じてやってますので。なるほど、ガンガン瞑想を積みます。あー、はい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 。そして相手プレイヤーはもう絶対眠るだろうということでね、うん、もう瞑想積まれてますので。はい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 、吠えるもないのでずっとあくびを打ってますね、うん、うわ、なんだ、脳筋同士の試合やなこれさあここがね、最後のミストフィールドのターンとなります、うん、これ眠らんかったら負けよ。眠らんかったら負け。さあここであくびをね打ちますが、ああやられたミストフィールドで守られたという表記がまず出て、その後にミストフィールドが切れる。あ、そっちか。ということで正解は、はい、バツ、眠りません。あ、ちょっと勘弁しちゃれよ。さあちょっとね、これはね知っとかないかんことでありますね。いやちょっと、まああんま打つタイミングないからな、ミストフィールド貼られた状態であくびとか。そうなんですよ、地獄かよ。はい、なのでちょっとね、カバルドン使う方とかね、うん、ちょっと気をつけていただきたいなと思いますよ。いやもう何も入ってこん、もうスカイツリーでの働きが決まったけど、はい、お前の言葉何も入ってこん、もう今いやちょっと1週間でマサオシン、うん、会えないって思うと寂しいし、うん、なんなら1週間後マサオシンがね生きて帰ってくるかもちょっと分かんないんで、うん、まあ、俺としては言ってほしくねえ。ああ、だよお前が決めたのに言ってほしくねえけど、言ってほしくねえじゃねえってお前、これが決まりやもん壊せそんな決まり。ああ、ただまあ、うんうん、頑張ってね。ダイヤも軽っまあ一つだけ言えることは、とりあえずため撮りしようかそうだよ、1週間分のね動画ため撮っとこうか、うん、はい、さあということでね、うん、フィールドに関するポケモンレートクイズでした、うん、はい、皆さんは5問中何問正解したでしょうか。そうですね、まあ今回の問題だって5問中5問正解した人が結構大半なんじゃないですか。そうですね、はいはい、まあ次回以降もね、どんどん僕たちと一緒に成長して、うん、冷凍2000-2100の壁をぶち破っていきましょうや。おっこいしょ、ぶち破っていこうやみんなで。
さあということでね、次回の動画も期待しておいてください。はい、以上ポケモンレートクイズ第4回でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは隊長、この動画の評価をよろしくお願いいたします。ズバリ、はい、34分の19。めっちゃ中途半端。次回は満点取れるように頑張るぜ。先が長いぜ。